はい、皆さんこんにちは。今日は2019年7月に発売される販売店オリジナルトミカの追加車種が発表になったので、そちらの方をチェックしていきます。まずはタカラトミーさんの新商品情報のページだね。2019年の7月のページのこの部分の一番下の方だね。で、一番下のこの部分になります。TCN オリジナルのダンロップレーシングトランスポーターの方が発売になります。2019年7月27日の土曜日の発売日だね。価格の方は税別の700円になってます。このモデルも以前ホームページの方に少しだけ掲載されたんだけど、一瞬でページが削除されたんだよね。そして今回正式に発表っていう感じかな。ボディカラーの方を見てみると、イエローのボディカラーで、サイドの部分にはダンロップってプリントがされてあるね。この TCN オリジナルのモデルっていうと、フルタンポ印刷の可能性がかなり高いので、トミカコレクターには必須のアイテムだね。なかなかインパクトのあるカラーリングで、かっこいいね。で、少し下の方を見ていくと、アクションの部分には後部パネルの開閉になってます。で、この TCN オリジナルのモデルで注意しないといけないのが取扱店舗の部分だね。リンクの部分にはお取扱店舗はこちらということで見れるようになってます。で、こんな感じでリストの方がたくさん出てくるんだけど、 TCN のオリジナルトミカの取扱店舗っていうのは数えてみると全国で40店舗しかないんだね。店舗の方を見ていくと、北海道から南の方はっていうと岡山、愛媛なので、九州とかでは販売がないってことかな。で、その他主要都市の大阪とかっていうのもないんだね。で、東京はっていうと東京も3店舗しかなくて、なかなか入手するのが大変なんだよね。で、リンクの方にはお取扱店舗以外にこの TCN イベント情報局っていうところもあるね。ここをタップしてみると TCN イベント情報局というページに移動してくるね。この中のこの TCN オリジナルトミカ第6弾情報1っていうところだね。この部分を見ていくと、ずっと下の方を見ていくと、今回は発売日の方が7月27日になってて、価格の方が以前の価格から100円アップになってるって書いてあるね。 TCN のオリジナルトミカだけが価格がアップしたんではなくて、特注トミカ全般的に100円アップしたんだよね。以前の価格が600円だったんだけど、今は700円だよね。で、このページの下の方を見ていくと、こんな感じで TCN のオリジナルトミカの取り扱いの情報とかがしっかりと出てるね。各お店の電話番号とか予約開始情報とかっていうのも出てるね。で、予約の方はこの電話の予約受付とか店舗での受付っていうのがあるんだよね。で、その他見ていくと、通販での取り扱いがあるお店もあるんだよね。私も以前 TCN のオリジナルトミカで通販で購入したのはこのお店だったかな。で、店舗まで買いに行ける方の場合だと、お一人様3個までとか、お一人様2個までとか、いろいろ個数制限もあるね。で、通販の方ではこんな感じにお一人様1個までとかになってて、一つのトミカを買うのに送料がかかるんだよね。で、先日 Amazon の方に出店してるお店の方で予約受付の方が開始されると、トミカプラス1000円ぐらいの送料だったかな。トミカ1つを買うのに1700円、結構高価だね。でも通販の方で予約が開始されると1時間もかからないぐらいで在庫切れになってたかな。なので、こんな感じで各店舗の情報がしっかりと掲載されているので、この辺りチェックして皆さんも予約してみてください。はい、今日は TCN オリジナルのダンロップレーシングトランスポーターの予約状況の方をチェックしてみました。今回の TCN オリジナルトミカもなかなかいいカラーリングとデザインをしてるよね。前回前々回もモータースポーツ系のトラックだったかな。ミシュランモータースポーツトラックとかっていうのもかなりの人気だったよね。その他ブリヂストンとかホンダレーシングっていうのもあったかな。 TCN のオリジナルトミカは毎回人気で、オークションとかメルカリのサイトとかでも結構高値で取引されるよね。なので、できるだけ店頭か通販の方で購入したいね。で、 TCN オリジナルトミカは取扱店舗がかなり全国的に限られているので、入手するのも大変だよね。
通販の方でも結構送料が高くてお一人様1個とかになってたりするんだよね。でもちょっと割高にはなるんだけど、トミカファンは手に入れておきたいね。まだ予約受付が開始されて間もないので、これからいくつかの店舗では通販の予約の方も始まってくるかな。ヤフーショッピングとアマゾンの方を要チェックだね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。